さて今日は令和6年6月6日、数字の6が3つ並ぶ日です。警察は3ロックの日と題し、商店街で自転車などの鍵かけを呼びかけました。警察が企画したこの広報活動、今日令和6年6月6日を3ロックの日と題し、新潟市中央区の本町通り6番町で行われました。県内では今年自転車の盗難被害が364件あり、このうち 76.4% が鍵がかかっていない無施錠のものでした。今日は市政かまぼこなど食品会社のマスコットキャラクターも参加し、グッズやチラシなどを配りながら鍵かけを呼びかけました。自転車も本当に市民の県民の足なので、それも含めてきちんと鍵をかけてということを言ってます。鍵をかけないで盗まれる率が本当に多くて、ほんの少しの時間、まあいいだろうというふうに思わないで鍵をかけていただきたい。自転車の盗難を防ぐために、警察は付属の鍵と合わせてワイヤー式の鍵も取り付けるなど、徹底的にロックをしてほしいと呼びかけています。